全員の発表が終わりました。大人の皆さん、お疲れ様でした。それでは投票に移りたいと思います。大人の皆さんも投票できますが、自分の本以外に投票してください。投票は7人全員の発表を聞いた方のみが投票できます。投票は1人1票です。なお、知り合いやゼミの応援という理由での投票はお控えください。あくまで発表を聞いた中で、一番読みたくなった本に投票してください。投票の方法について説明します。まず、オンラインで見ている方は、これから投票画面を出しますので、一番読みたくなった本に投票してお待ちください。会場にいる方は、これから発表本を紹介しますので、一番読みたくなった本の時に、お手元の、この赤い投票札、こちらです。一番読みたいと書いてある札を頭より高く上げてください。では、紹介します。1番目の発表本は、28歳、フリーターが総理大臣と総選挙で戦ってみたです。この本を一番読みたくなった方は、札を挙げてください。ありがとうございました。2番目の発表本は、姉妹都市の挑戦、国際交流は外交を超えるかです。この本を一番読みたくなった方は、札を上げてください。ありがとうございました。3番目の発表本は、エビはすごい、カニもすごい、体の仕組み、行動から食文化までです。この本を一番読みたくなった方は、札を上げてください。ありがとうございました。4番目の発表本は、のぶたをプロデュースです。この本を一番読みたくなった方は札を上げてください。ありがとうございました。5番目の発表本は、ホモデウス、テクノロジーとサピエンスの未来です。この本を一番読みたくなった方は、札を上げてください。ありがとうございました。6番目の発表本は、武蔵野です。この本を一番読みたくなった方は、札を上げてください。
ありがとうございました。7番目の発表本は、一人の時間が僕を救うです。この本を一番読みたくなった方は、札を上げてください。ありがとうございました。それではこれから集計に移ります。はい、ということで、大人の皆さん、本当にお疲れ様でした。では拍手をお願いします。はい、特に喋ることはなくて、この台本には罰なぎと書いてありますので、軽く喋らせていただきます。本当に緊張感が伝わってきて、横で見てると、表情が硬かったりとか、やっぱ思い通り、そうがないというのは本当に、見て取れたんですけど、その中でも皆さん頑張ってる姿っていうのがあって、まあ、ここにいるスタジオの皆さんというのは、まあ、本に興味を持ったのもそうなんですけど、まあ、勇気というか、挑戦するっていうことの大切さみたいなのも知れたんじゃないかなと思います。いや、本当にお疲れ様でした。まあ、簡単に宣伝にはなるんですけど、コマサイ1日目ですね、11月の3日、金曜日ですね、14時から、ビブリオバトルがあります。まあ、後でちょっと、ポスターとか出して、まあ、詳しく説明させていただくと思いますし、皆さんの手元にもですね、このちっちゃい、歌舞伎じゃないかな。舞妓さんの書いてある、枠の直前に書いてある、ポスター、チラシあると思うんですけど、見ていただけると、詳しく載ってますので、ぜひですね、見ていただいて、バトラーの方も募集していますし、もちろんですね、当日来ていただいて、今みたいにですね、バトラーを見守る、見ていただく観客の方も募集していますので、ぜひ1日目ですね、11月3日金曜日14時から、リブリオバトルですね、図書館前のメインステージでありますので、ぜひ、ね、バトラーの方、そして、観客の方、募集してますので、お願いいたします。ということで、集計結果も届きましたので、集計結果を発表させていただきます。それではまず、2位となる準チャンプ部門から発表しましょう。今年の準チャンプ部門は、畑谷幸喜さんが紹介してくれた、ホモデウステクノロジーとサピエンスの未来です。畑谷さん、おめでとうございます。では、いよいよ1位、チャンプ本の発表です。全国大学ビブリオバトル2023ブロック予選、城西大学。今年の栄えあるチャンプ本は、川上さくらさんが紹介してくれた、エビはすごい、カニもすごい、体の仕組み、行動から食文化までです。川上さん、おめでとうございます。それでは続けて、全国大学ビブリオバトル2023ブロック予選、城西大学の閉会式に移ります。まずは、準チャンプの畑谷さんへ、関館長より商品の贈呈です。畑谷さん、前の方へお願いします。はい、どうも、おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影の方がありますので、お願いします。大丈夫。すみません。はい。あ、これ見えるよね。はい。はい。ありがとうございます。はい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 。本当に発表中ね、何回か原稿を、ね、覚えるようには頑張ったんですけど、本当に発表中、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。自分
分の喋る内容、これから何はし、な、何、何喋ればいいんだっけとか、本当に思い出せなくなっちゃって、頭が真っ白になっちゃったり、とか、質問してくれた方にもちゃんと答えることもできなくて、本当に申し訳ありません。で、本当に、この準ジャンプ、取れてとても嬉しいです。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、桜井さん、今すぐ大きな拍手をお願いします。皆さん、次はお戻りください。ありがとうございます。続けて、見事チャンプを、そしてブロック決戦への出場権を獲得しました。川上さんへ商品の贈呈です。川上さん、前の方へお願いします。おめでとうございます。それでは川上さん、感想や気持ちお願いできますでしょうか。まずは皆さんお聞きいただきありがとうございました。昨年のですね、ビブリオバトル出場させていただいた際、くしくも準ジャンプとなってしまった雪辱がありまして、そこから1年間ラジオを聞いたりなんたりで練習してきた結果が出て、本当に悔いの残らない結果となり、とても嬉しく思っております。本当にありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、この番組さんへ、うまいと大きな拍手をお願いします。また、皆さん、席をお戻りください。続いて、観客の方々からもご感想をいただきたいと思います。それでは現代政策学部の飯塚先生よりご感想をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、感想を言えというふうに分かりました。現代政策学部の飯塚と申しますけれども、いや正直困りました。その前にまず皆様大変お疲れ様でございました。多分いろいろ苦労されたんだと思います。それはよく伝わってきましたが、どう言えばいいのか。つまりですね、なぜ今私がうんとなってしまったかというと、正直な話言うと、今年のビブリオは僕的には、なんかメッセージ性の高いものがない。私に訴えかけてくるものが正直なかったなっていうところで、少々がっかりしてるっていうのが本音です。君たちは、このビブリオバトルで本の紹介をするときに、当然、本の魅力を伝えたいんですよね。だから、要するに私も読んでみたい。そういうふうな思いを感知するために、ぜひ読んでください。こういうことをスピーチするはずなんですよ。本来はね。ところが、なんか話を聞いてみると、君たちは何言ってるかよくわかんないですね。なんかメッセージ性が伝わってこない。まず、面白いんだ。私が紹介してる本は、であれば。面白いっていう感情が普通前面に出てくると思うんですけど、なんか大勢の人の話は、なんかお葬式みたい、お通夜かなと思っちゃうのに、ともかく本の内容を説明することにいっぱいいっぱいで、で、僕ら別に本の内容の説明を聞きに来てるんじゃなくて、君たちはその本を読んで、どういう感想を持ったのか。面白いんです。だったら、もっと面白いっていう感情を前面に出していただかないと伝わってこない。そういう意味では、今回のチャンプは妥当なわけですよね。一番今回のチャンプの方が、本の面白さをちゃんと感情を込めて伝えていたので、まあ、この結果になった。は妥当だと思います。しかし、ちょっと他の方々の内容につきましては、私あんまりインパクトに残ってない、印象に残ってないっていうのが正直なところで、もうちょっと頑張っていただきたいなと。だから別に面白い本を紹介してるんじゃない、ためになる本を紹介してるんですって言うんであれば、どういうところがためになって、どういう問題意識が私にあってっていうことを、みんなに訴えかけるようにやらないと、
伝わりませんよってところですね。そこをちょっともうちょっと考えていただければなっていうふうに思う次第です。で、もう一つだけ言わせてください。これは好評なんで、何も、ビビオのバトラーの皆さんだけに対して公表するんじゃなくて、図書館に対してちょっと公表をさせていただきたいと思いますが、ここは、庭田飯塚の合同セミナーの会場ですか？たまたま理学部の学院生さんが、チャンピオンになり、経営学部の方が準チャンピオンになりました。今回は。でも、後の現代政策学部は、どうも聞くところによると、宮田先生のセミナーとセミナー、それと私、飯塚のところのセミナーの学生というような結果で、まあ、それは例年なんかそんな感じに今なってるんですね、残念ながら。もうちょっと、ビブリオバトルをやっぱり押していきたいんであれば、もう少し宣伝をされるなり、なんなりされないと、まあ、ちょっとこのご時世、だんだんビブリオバトル参加者減ってるっていうことでございますので、少し考えていただかないといけないんじゃないかなっていうふうに思って、少し途中から伝えても、から口で公表させていただきました。飯塚から以上でございます。飯塚先生、厳しいご意見ありがとうございました。では、正規館長より総括としてご挨拶をいただきたいと思います。正規館長、よろしくお願いいたします。バトランナーさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。飯塚先生、どうもありがとうございます。いつも飯塚先生には厳しいっていうので、僕、いただいてるんです。でも、助けていただいてるんだというから理解ですけど、まあ、厳しいのは厳しいです。ですね、チャンプ本になったの、川上さん、おめでとうございます。で、飯塚先生のおっしゃる通りで、もう、バーンとインパクトをくるんです。僕は正直言って、エビとカニのどこがすごいのかはよくわかんなかったんだけど、川上さんがすごいことはよくわかる。ぜひ頑張って、次に勝ち上がっていただければなと思っております。あと、純チャンプ本の、ハテヤ君、僕はハテヤ君のやつにあげたんですけど、非常に、興味があって、僕最近はギリシャ人の物語を読んで、ちょうど読んでるんですけど、やっぱり宗教って何なのかなとか、文化って何なのかな、あと民主主義って何なのかなっていうようなことを、まあ、いろいろ考えたりするんですけど、まあ、AI が進んでいって、さっきクララとお日様っていう本を紹介したんですけど、すごくいい小説なんで皆さん読んだらいいと思うんですけど、ちょっと今日的なことでね、チャット GPT が何とかっていうふうな話題になってるけど、そういうことを、まあ、表面的なことじゃなくて、やっぱり人間とは何だとかっていうようなことの問いかけみたいなことっていうのはね、ずっとやっていかなきゃいけないのかなと思っていました。で、僕はこれ読んでみたいなと思いました。で、それ以外の人、まあ、飯塚先生厳しいことをおっしゃってたんですけど、本自体は面白そうな本ばかりでですね。で、まあ、最初紹介してくれた橋田君が紹介してくれたやつは、まあ、若者の、政治参加の話で、YouTuber がなんとか、今、ステルスマーケティングが禁止になったじゃん。だけど、ステルス、まあ、政治活動みたいなものっていうのはやっぱあるよね。きっと出て、これからどんどん出てくるので、なんか面白い YouTube チャンネル見てるうちに、なんかどっかの政党の支持者になっちゃったみたいなことっていうのは、これから起きてくることだと思うので、面白い動画見てるつもりだったのが知らないうちにっていうこともあるかもしれない。まあ、それはいいか悪いか別にしてね。まあ、今日的な話題だと思うし、それから、まあ、次、発表してくれた根岸さんの、僕質問させていただいたんだけど、姉妹都市提携ことをして、まあ、市長がビジネスクラスで旅行するかどうか置いといて、でも、まあ、そういう、まあ、市と市の間で、もしくは、まあ、市と町の間で協定結べば、その後の、若い人たちはもしかしたらその町に留学したりするチャンスが増えるかもしれないし、そうなってきたときに、お年寄りがなんで若い人にそんな金を使ってって、まあ、コミュニティバス動かせっていうことが起こるじゃん、これから当然のことだから。で、それが、例えば海外に行ってきた若い人が地元へ帰ってきて、そこで起業したりとかさ、ね、地域活性化に活躍すれば、お年寄りだって、ああ、よかったなと思えるかもしれないので、まあ、そういう意味では、だから、多分、最初の、橋田君の話と根岸さんの話は、つながっているのかな、というふうには思って聞いておりました。まあ、つながってるっていう意味では、桑原君の、信田プロデュースと、小林さんの、一人の時間が僕を救うかな、もう、やっぱり、表裏一体で、まあ、
自己肯定感っていうのがすごく大切ですよね。だから最終的に自己肯定感を持てるようになってほしいと思うんですけど、皆さんは全員自己肯定感を持つ権利があるので、ね、ただそれをするときに、やっぱりこう、他人がどう見るか、見れるかっていうことを変えていくことによって自己肯定をしようとするアプローチと、もう一つは、まあ、一人を大切にして、その中で自分 を肯定していくっていうのは、まあ、やり方は違う。要するにコインの表と裏だと思うんですよね。だから、どちらかに偏りすぎちゃうと、まあ、野村プロデューサーが、ね、説明してくれたみたいに、まあ、多少うまくいかないことが出てきてしまうっていうこともあるし、もちろん、じゃあ内側に入ればいいかなと思った。だから、これは若い。僕なんかもう年ですから、まあ関係ないんですけど、君ら若い人にとってみたら非常に重要なテーマなので、多分、おそらく両方セットで読むと、きっといいのかなっていうふうな、気がしました。で、紹介したいのは最後、佐藤君ですけど、ライトノベルで小説家がたくさん出てくるっていうのは、横浜にある探偵社の話しか知らなかったっていうのは、そうで、で、まあ、そういうのでね、だから、まあ、異能力者が出てくるやつ、アニメにもなってる話かなと思うんですけど、僕読書の幅すごく広いので、ああいうのを図書館にあって、もしも君らがそういうのを、まあ、ライトノベルでもいいし、まあ、そういうのを見てもらって、まあ、こうやって、その著者が本当に書いた、元々のオリジナルを読もうというふうに思ってもらうのであれば、そういうのも入れていきたいかなというふうにはね、思っております。ですから、まあ、そういう意味では、入り口としてね、いろんな入り口を、用意して、なるべく皆さんが本を読んで、本で、まあ、思ったこととか、感動したこととか、そういうものを、まあ、誰かに伝えたいという思いが、伊豆川先生から厳しいお言葉もありましたけども、まあ、ゼミでやらなきゃいけないからやるんじゃなくて、やっぱりそういうことをすると面白いよね、楽しいよねっていう雰囲気、ね、だからそういう雰囲気が、出てくれれば、いいので、そのために必要な本とか、まあ、多少、ライトノベル的なものであったとしてもですね、そういうものが、皆さんのそういう入り口に、として機能するんであれば、積極的に入れたいと思うので、ぜひそういう意見なんかも図書館にいただければと思いますし、先ほどアドバイザーから話があったように、駒沢でビブルバトルがあるので、で、今度はこの部屋じゃなくて、正面のステージでやるので、で、一般の、市民の方なんかも聞いてくれるので、ちょっと一発話してみたいなっていうような風な、気持ちで、参加してくれる人がたくさん出てくれると嬉しいので、今日のバトラーもそうですし、それ以外の人もね、ゼミで予選で負けちゃった人でも、もうちょっと上手にうまく、伝えたいことがあるから伝えたいみたいなことがあれば、ぜひぜひ応募していただければと思うので、よろしくお願いします。飯塚先生おっしゃる通りで、若干、私立ぼみ気味なんですよね、正直言って。だから、それは僕もちょっと気にしていて、なるべく、まあ、薬学部もね、今年はいないし、まあ、それに意味でちょっと、図書館が頑張って広報するっていうのは、まあ、当然しなきゃいけないんだけど、やっぱり一番強いのは、先ほどステルスマーケティングじゃないけど、やっぱり学生さんの間の口コミなので、だから、今日やった経験をね、友達、今日来てない友達なんかに話して、やってたけど、どうだったみたいな、こういうふうな話をしていただいたりとかするのが、まあ、一番、人が、たくさん集まってレベルが上がってくる。まあ、より楽しい、こういう会になるっていうのが一番いい話だと思うので、ぜひ、そういう形で、まあ、今日の話とか、まあ、友達と話したりとか、まあ、ぜひ、コマサインにもね、出ていただいたら、と、こういうふうに思っております。今日はどうもありがとうございました。楽しみございました。ありがとうございました。そろそろ終了の時間となりました。本日の結果については、図書館ホームページや図書館法ブックマークにも掲載します。本日、バトラーの方々が紹介した本は、こちらの会場に置いています。さらに、過去のビブリオバトルで発表された本も、1階の展示コーナーで紹介しています。この機会にぜひ借りてみてください。チャンプの川上さんは、今後開催される全国大学ビブリオバトル2023ブロック決戦に出場となります。勝ち進んだ場合の決勝戦となる本戦は12月17日に昭和女子大学で行われる予定です。詳しい日程などお借りして図書館ホームページなどでお知らせします。
城西代表として出場されますので、皆さん引き続きの応援をお願いいたします。また、駒祭では私たち学生アドバイザーの主催でビブリオバトルを開催します。日時は駒祭1日目の11月3日金曜日午後2時からです。会場は図書館前メインステージです。ブロック決戦と合わせ、駒祭でもバトラーたちへの応援をお願いします。本日はアンケートのご協力をお願いしています。オンラインで参加している方には、ただいまチャットにアンケートのリンクを記載しました。会場の皆さんには、席に置かせていただいたパンフレットにアンケートの QR コードが載っています。こちらからご回答をお願いいたします。本日のご感想などをぜひともご記入願います。今後の開催に活用させていただきます。最後に、本日発表してくださったバトラーの皆さん、そして応援してくださった観客の皆さん、本当にありがとうございました。以上をもちまして、全国大学ビブリオバトル2023ブロック予選城西大学を終了いたします。